まこなこチャンネルです。初見でハード66話、降り注ぐ魔球やっていきましょう。これ魔球というとね、多分ダンゴムシになるのかな。いや普通ダンゴムシだな、やっぱりな。安全装置を発生。さてどうしたものか。あの距離だ。おっと、これは早くも来ちゃった。早くも来てしまった。侵略生物ガンマだ、十分に注意しろ。となるとこっち側を先に撃っていかないとダメなんだよな。そうでないといつまで経っても出てくるから。まだ助かる、まだ死を召喚する。ガンマ型は脅威です。あ、嘘。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。それは考えてはいるんだけど。味方よ、頼むからちょっと相手しててくれ。だが回復アイテムがない。回復アイテムがない。あれ、回復はないんかい。これよし、あれか、これ今回もぐるぐる回っていくタイプの戦艦の動きだな。そしてこれならミサイルじゃなくてスナイパーライフルの方が良かったのかもしれない。ガンマ型を投下。よし、まず1体倒して敵戦撃沈。撃ちまくれ。敵戦2。回復アイテム落としてる気配はない。まだいるな、まだ来たな。これはどこだどこだ。ちょっと角度悪いね。あれは空への攻撃はまだまだできそうにない。まあ寄ってきたのを倒していくってスタイルでもいいような気はするけど。で味方があと1人しかいない。ひょっとしたら無理だ、注意しろ。いや大丈夫か、全員いるな。よっしゃ、あれ敵もう一個はどこ行った。頼りにしてるぜ相棒。ここら辺はちゃんとビル破壊できるからね。奥にいるな。でこの角度だとちょっと厳しいだろう。だから前自ら行かないと敵は寄ってくる気配はない。厳しいか、厳しいな、まだ厳しいな。ここならいけるだろう。ダメだ、弾速遅いから。うわー、びっくりした、びっくりした。1体2体は味方がやってくれそうな気がする。ここら辺ビル怖そう。はーん、どうするどうする。戦えますよ。場所広く取っとけば戦いやすくなるんじゃなかろうか。
観測考えるどのあたりだ、このあたりで撃てばいいか。こっちじゃ届く、あんだこっちから届くんだ、じゃあこれでいいや、もうあれ、うわー、いた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 、あいた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 、あいた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 、やめてくれやめてくれ、あたたた、やめてくれ、うわ味方がちょっと舐めたプレイやったら、あーこれ逆にあれか、広場作っちゃうと四方からやってくるから敵が良くなかったっていう、そういうオチか、だから間もなく終わる、敵が近くにいる、やってやる、ちょっと奥の方行くか、じゃあ今がチャンスだ、もう届いてる、よしこれでテレポーションシップあと1隻です、今度か、もうすぐそばに来てるか、聞きたいことがある、エイリアンの戦術は不可解だ、人類がこれまで持ちこたえられたのはエイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない、彼らほどの文明があれば人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ、味方がゼロ、味方がゼロになった、エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです、怪物の体液には未知の微生物が含まれていました、怪物が死ぬたびに体液が流出し地球上に微生物を拡散させています、そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです、環境を浄化するということか、推測にすぎませんが怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません、下ろしてるな、また敵、つまり人間を襲って繁殖し多くの微生物を地球上に撒き散らす、それが怪物の役割か、エイリアンは地球を作り変えようとしています、敵来てるのは分かってはいるけど、こうしたところであれば一気に行けるんじゃないか、うわー、だがここは無理してでも一気にこっちを倒したい、倒した、あーよかったよかった、あとはここここら辺でゆっくりと来る敵を倒していけば、やっぱり広場作っちゃダメだな、これは、終わってくれるよねこれで、まだ来るとなるとちょっと厳しい、追ってっか、どんなもんだ、来る気配ないな、裏回られた、終わりかな、よかった、これで続くとなったらどうしようかと思ったけど。
ここら辺はなんか中休みの回ですよね、この数回は。でロケットランチャーカスケード2が手に入っている。これは23発一斉に撃つのかな。他は特になし。さて次のシナリオ、エリアの歩兵部隊が市街地を攻撃している。武器は何がいいんだろうな。爆風系かそれともミサイルランチャーか。まあ、せっかくねカスケード、カスケードって1はどういう武器だったっけかな。これも普通に弾を撃つのかそれとも一斉に発射されるのかどっちかがわからない。まあ、精度 B なんで悪くはないということで、この構成で次回はやっていきましょう。ではこの続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。